皆さんこんばんは。ハンバーガー、本日はハンバーガーかな。まずはですね、河野学長にハンバーガーを答えたいと思います。今回は大学最後に、こういう機会を与えていただくためにいただいてありがとうございます。金柑さんの後ということでかなりプレッシャーを感じてますが、なんとか慎んで踊らせていただきます。じゃあこっち行きましょうか。今日はあいにくの雨となりましたが、太陽光カプサンション大学の生徒3人がですね、大伝統舞踊でそんな雰囲気を吹き飛ばす、そんな踊りを見せてくれると思います。全ての踊りは北部から由来している伝統舞踊です。1番目はランドマイというお花を日よけしている踊りの一つです。2番目はランポンレという特に長い爪に思いを込めて日よけしている踊りです。最後はランティエンというろうそくを踊りに取り入れている伝統舞踊です。ぜひ楽しんでご覧ください。
それではアサンプション大学の生徒さんたちを代表して荒川先生にご挨拶をいただきます。会に向けて、ここへ来る前の2週間前ぐらいからかなり練習を積んできました。で、まあ、夏季講習もしていた中であの練習をしていまして、でやっぱり大地の学生というのはやっぱり皆さんにその学祭というものをテレビ、あのドラマや映画で見ていてとても憧れていたんですね。ですからやっぱりこういう機会をあの与えてくださったということと、あとはこの時期に来れたという、やっぱりその2つが重なったというのはとてもあの幸運だと思っております。まあ、これも全て、ね、河野学長のおかげなんですけども、また来年もぜひ河野学長のご好意をですね、お願いしたいというか、また後で話し合うことになると思いますけども、よろしくお願いします。皆さん今日本当にあの43回目の学祭に参加させていただきまして本当にありがとうございます。もしですねあと3日間ほどいますので、大人学生を見かけたら気楽に声をかけていただけてください。みんな結構あの皆さんと話し合っていますのでよろしくお願いします。そんちゃん何かありますか。ティッシュ。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから少々お待ちください。これよりアサンプション大学のさっき踊ってくださった生徒さんたちの写真撮影、ここでロビー全員にいらっしゃる方、生徒さん、生徒と一緒に写真を撮影しますので、少しだけこう寄っていただければ。